動画を再生する前にちょっと解説しますね。今回は高速コインカウンターの動画を撮影したよ。 Amazon で購入する前にぜひ動画を参考にしてみてね。購入金額1万円。財布に小銭が増えると重くなるよね。だから硬貨は瓶に入れることが多いんだ。結構溜まってきたけど、これいくらあるんだと思ったのが購入したきっかけなんだよね。1分間に270枚数えられるから、溜まった硬貨を一気に数えるよ。1円、5円、10円、100円、500円と自動で振り分けてくれるから、とっても楽ちん。全部数え終わった時に驚くような出来事が起こったんだ。その結果は続きを見てね。高速コインカウンターの評価は星4つって感じかな。では動画再生です。Oh.